こんにちは、もちもちチャンネルへようこそ。今日は冷蔵庫の整理をしたいので、ある野菜を全部入れてペペロンチーノを作っていきたいと思います。少しずつ残っていたのが玉ねぎ、ナスピー、トマト、アボカドです。これを全部入れて、ちょっと贅沢なペペロンチーノに仕上げます。最後にヨーグルトを入れてコクを出していきたいと思います。トマトも入ってヨーグルトと、少し酸っぱくなるかもしれないので、苦手な方は少し蜂蜜を混ぜてみたら美味しいと思います。拙い料理ですが、見ていただいてありがとうございました。よければチャンネル登録お願いいたします。また来てください。じゃあね、バイバーイ。